ちょっとね、休憩して休んでたらこんな、この有様ですね。ああ。キラです。今、名阪国道を、まあ、大阪方面に向かって走ってるんですけども、なんかここのとこね、こう名阪を大阪の方向かって走ってると必ずなんか雨降ったり、まあ、雪になったりね、ね、三重県というか出発した鈴鹿の方はしっかり晴れてたんだけどね、結構こっちの天気は変わりやすいんだね。これなんかみぞれみたいな感じもしないでもないけど、もうでもそんな雪は降んないはずだけどね。これカメラの前にカバーをつけてるんで、なんか水滴がえらい映るんだけど、映ってるかなこれ。まあある程度スピード出ると吹っ飛ぶかもしれないけどね。まあ一応着てるもんは防水なんで、まあそんな短時間一日中降ってるわけじゃないはずなんで、まあこの山の辺が降ってるだけかなとは思います。でね、今日は、インデックス大阪っていう、まあ、展示会場でやってる、まあ、大阪モーターサイクルショーかにこれから行く予定です。モーターサイクルショーはね、東京でやったやつは行ったことがあるんですけども、大阪の方へ行くのは今回が初めてです。これなんか奈良の方に入ってきたら、これ雪だよね。大丈夫かなこれ。なんか気温2度だって。まあまた厚着してるんで寒くはないけどね。すごいねこれ。あれあーだなこれ。名阪国道はいつも雨降りだね。もう雨降りどころかいつも雪が降ってるね。まあ雪が降るのはこの山の山間部だけとは思うけどね。標高510メーターです。参ったなこれな。もうね、3月半ばでね、こんなに雪が雪に降られるとは思いもよらなかったな。あ、ここ奈良市、ここから奈良市ですね。あ、すごいシールドが真っ白になってます。これ大丈夫か。まあ気温がプラスなんでね、凍結はしてないはずなんだけども、まあこの先ね、あの急カーブワインディング区間もあるんでね、まあちょっと心配ではあります。あ、ハリテラスです。やばいよこれ。あ、ハリテラスバイク止まってるかな。あ、
さすがに、あ、止まってるね。ハイテラスちょっと寄ってきましょう。おお、バイク止まってるね。まいった、これは。おお、すごい、みんなバイクが、バイクに雪が積もってます。まあこういう日もあるでしょう。ちょっとね、休憩して休んでたらこんな、この有様ですね。ああ。積もる前にちょっとここを脱出しないと、これ山を降りればね、多分こんな降ってないと思うんだけど。奈良の市内を降りていったら止んでる気がするんだけど、カメラ映ってるかな。うわ、これ参った。天理まで12キロ。まあ今日山越えがあるってことで、まあ下の方はそんな寒くなかったんだけども、まあこの辺は寒いだろうと思って厚着してきたんだけどもね。まあそのおかげであんまり寒くはないんだけど、いや、やばいな、こんな冒険旅行になるとはね、夢にも思わなかったな。あ、ここから下りになるとこですね。これな、橋の上とかやばそうだな。まあいや、ここはゆっくり行けばね、危なくはないですね。まあこの辺はやっぱり路肩も積もってないから、もうここはこの辺がちょうどオメガカーブってとこですね。雨になってきたかな。まあ、だいぶ雨になってきたみたいですね。まあなんか雨でよかったって感じだね。もう、あ、もうこの辺で完全にただの雨になりました。
ワインディング区間を抜けちゃえばね、もうただの、まあ、市街地なんで、まあ、ちょっと向こうの方なんとなく明るい感じなんで、なんとか遭難せずに山を降りることができたようですね。はい、まあ、ここからは、まあ、ただの、まあ、雨も止んでくるでしょう。はい。